東京高生ウィンドオーケストラは日本のプロフェッショナル吹奏楽団である。1960年に立証構生会を母体として東京高生吹奏楽団として発足した。干渉する吹奏楽の普及を目指し、室内楽のような小編成の楽曲から大編成の楽曲まで様々な規模で演奏している。1960年5月、宗教法人立証。 公正会の式典行事のための楽団、東京公正水槽楽団の名称、二十数名の団員で発足した。当時、日本国内における水槽楽団の指揮者の多くは、軍楽隊出身者であったが、当該楽団はいち早く、クラシック界から指揮者を招き、活動の幅を広げた。1970年代に入り、真のプロ水槽楽団の道を歩むために、 新しい組織づくりを模索する。これをきっかけとして常任指揮者を迎えるとともに、1973年に名称を東京高生ウィンドウオーケストラと改称した。1980年以降、海外から積極的に指揮者を招き、コンサートやレコーディングを行っている。全日本吹奏楽コンクール課題曲参考音源の CD 録音は、 1977年から1998年までは東京厚生ウィンドウオーケストラが単独で行っていたが、1999年以降は大阪市音楽団と2年を機に行っている。2013年、文化庁の文化芸術による子供の育成事業にプロ吹奏楽団として初めて採択されて以来2015年を除いて毎年参加をしている。 楽団創設理念である、吹奏楽を通しての青少年教育事業を熱心に展開、サポートしている。指揮者体制は以下の通りである。11月の東京公演と同内容その年度の最新の課題曲は、一覧より省略2021年開催時の最新課題曲は、中止となった全年度課題曲を再演奏。ありがとうございます。